はい、こんにちは。今日は久しぶりに、飲み物動画レポートになります。今日はご紹介するのは伊藤園さんのギュッと絞ったレモン、果汁 10% オレンジミックスということですね。レモン5個分のビタミン C ということです。体になんかものすごい良さそうな飲み物なんですけれども、問題は炭酸入りではないでしょうか。通常の レモン水みたいな感じなんでしょうかですよね。こちらの方が原材料名の方なんですけれども、 10% 混合果汁入り飲料ということです。こちらの方がカロリーですね。と1本あたり109キロカロリーですね。それではどんな味がするのか飲んでみたいと思うんですけれども、イメージ的にはその炭酸入りかなと思ったんですが、単純にそのレモネードみたいな感じなんでしょうか。よいしょ。炭酸はやはり入ってない状況ですね。果汁というかその何か果肉が入ってますわ。わかりますでしょうか。それではいただいてみたいと思います。はい、そうですね、レモネードではなくてかなり酸っぱいですね。なんて言ったらいいんでしょう。かなりそのレモンのその酸味ですかねが効いておりまして、あとそうですね、なんかこうレモンの皮みたいな感じのちょっとだけ苦い感じが混ざったような味わいです。美味しいかまずいかといえばですね、微妙ですよね。単純にそのかなり酸っぱいっていうイメージで、で飲んだ後はその爽やかな感触なんですけれども、まずくはないんですが、ちょっと個人的に酸っぱいってしかイメージが湧かないですね。ちょっともう一回飲んでみます。はい、やはりそうですね、カッチカチに冷やしてその半氷か凍らして溶けかけのところが多分ですよ、果肉が入ってますんで、ちょっともう一回入れますね。ちょっと細かい果肉が入ってるんですよ。でその食感がですね、多分むちゃくちゃ冷やすとかちょっと半氷にするとかするとその味わい的にももっと良くなるんではないでしょうか。夏向けの飲み物ですよね。思いっきり冷やした方が多分美味しいと思います。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。